皆さんこんにちは、戸田です。今日も暑いですね。僕は今9時からの練習が終わりまして、一旦、自宅の方に戻っております。で、今夜は19時からまず湘南対名古屋の、J1 の解説を、こちらもシモディさんなんですが一緒に中継をして、そこから都内のホテルに移動して、でちょっと休憩してから、いよいよもう1試合行われる CL の準決勝、リオン対バイエルンの方を解説します。ぜひご覧ください。今朝方行われましたライプチヒ対パリサンジェルマン、リアルタイムで見ましたけども、非常に、質の高いと言いますか、ツイッターに書いたんですけども、あのレベルの、特にアタッカーですね、あのレベルの選手が、一切のエゴを排除して、本当にあの試合に勝つために必要なことを徹底的に遂行すると、その上で自分が持っている、その選手が持っているスペシャルなものを発揮すると強いなと、そうか、こんな風になるんだなと。やっぱり、チャンピオンズリーグのもう準決勝ですから、もちろんワールドカップと、同等のものだという考え方もできるぐらいの、CL は毎年行われますので、なんか国を代表しているわけではない、そういったところで考えるとワールドカップとは違うんですけども、パリ・サンジェルマンからするともう50周年ぐらいですかね。そういう意味では本当に喉から手が出るほど欲しい、CL のタイトル、そこに挑み続けてきてなかなかうまくいかなかったと。昨シーズンも、内容としては上回ったんじゃないかと思われる、マンチェスターユナイテッドの試合を、落とす形になってしまいましたし、その前は、バルセロナですよね、奇跡の大逆転を、演じさせてしまった、ところがありましたから、惜しいところでこれまではなかなか準々決勝を超えられなかったというところあったんですけども、今回はついに決勝まで来たと。で、戦前のところで言えば監督同士が非常に近い関係、ユリアン・ナーゲルスマンはトゥヘルの影響もあって指導者の方に、足を向けた、キャリアを始めたという、そういう人間関係の部分もありましたので、そんなところもツイッターにちょっと書きましたけど、プレーしている選手たち、所属している選手たちの質、含めて、この試合に関してはパリが圧倒したなと、そんな試合だったと思います。で、ライプチヒに関しては、ティモ・ベルナーが、チェルシー移籍はもう決まりまして、プレーすることはできないと、そんな中でも本当グループチームとしてアトレティコ・マドリードを超えてきましたし、ボールの運びの部分も非常に位置取りのところから考えられた部分がよく見て取れる。で、その上で走力もしっかり使う、トランジションに対する意識も非常に高い、素晴らしいチームだと思いますが、この試合に関してはパリが全てにおいて上回っちゃったなと。で、特にライプチヒからすると、ビルディングアップのところがほとんどうまくいかなかった試合なのかなという感じがしました。で、守備の時は 4-1-4-1、 で攻撃の時は 3-1-4-1-1 みたいな感じだと思います。で、カンプルがアンカーポジションにいて、左からクロスターマン、ウパメカノ、それからミュケレですね。この3枚でのビルディングアップになったんですけども、この試合はハルステンベルグをスタメンから外しまして、ミュケレが右に入った。で、守備陣は右のサイドバックに、役割が変わる選手なんですけども、リーグの方では基本的には、レギュラーポジションの選手ではない。身体的な、ポテンシャルの高さは非常にあるっていうところを考えると、対アタッカーっていうところで起用された部分があったのかもしれません。で、このスターマン、この選手もスプリント力、走力は素晴らしいものがあります。ウパメカノは、その上で攻撃力ももちろんありますけども、もともとセンターバックの選手ですので、守備者としての能力も高い。ミケレに関しては攻撃のところはなかなかリーグの方でもうまく、パフォーマンスを発揮できなかったんで、中段明けのところでもそんなに数機はなかったんですけども、
まあ、タイパリっていうところでナーゲルスマンを選んだんじゃないかなというところがあったんですが、まあ、パリは基本的に 4-3-3 ベースで入った時に、まあ、前の3枚ですよねエンバペ、それからネイマール、ディマリア、ここの3人のまずプレッシングが強烈だったなと、まあ、ライプチが3枚で来るっていうところを、まあ、ある程度は情として持った中で、試合には臨んだと思うんですけども、だここが一つ、個人的にはパリがそういった人選でもしくは位置取りで入ってくるだろうっていうところに対してのナーゲルスマンが考えたことがどうだったのかなっていうところは試合見ながら考えてました。結果的にどうしても同数でこう強く当てはめられてしまいますし、外にボールを持っていてもそこにはどんどんサイドバックも出てきますんで、なかなかプレッシャーかいくぐることができなかったなと。アトレチコマドリの試合であって長いボール使ってこぼれ取るっていうところも、そういうプレーもなかなか出せないぐらいパリが非常に、狙いを持って、まあ、守備を行ってきたところはありましたんで、ただまあカンプのところは1枚3バックの前にいると、パリからするとそこが少し空きがちになるんだよっていうところを、まあ、3バックにプレッシャーかけさせて、でカンプのところを使って入っていくってことも考えたのかなと、そんなところを僕も頭に置きながら見たんですけども、なかなかカンプルっていう選手自体が、まあ、基本的には動くことで良さを発揮する選手で、もちろんテクニックレベルも高いんですけども、まあ、そこにこう 立つもしくは動かない中で非常にあの細やかなテクニックで、もしくは体の回転の中でボールを散らすっていうところが一番の持ち味じゃないですから、そこで言うと16分なんかはちょうどウパメカノからカップにボール入った時に、あの時はパレレスが後ろから出てるんですけども、まあ、コントロールミスしてしまってアンデレレラからエンパペかなでスルーボールで決定機みたいなところもありましたし、いかんせんボールがなかなかこう、ね、前線まで運べないので非常にライプチは難しい試合になったなと。でプレッシングはどうかというと 4-1-4-1 で構えて、まあ、4-1-4-1 っていうのはなかなか僕ライプチの試合だと記憶にないんですが、まあ、おそらく、まあ、ハーフスペースもしくはトップ下の位置ぐらいまで入ってくる、まあ、ネイマールを、まあ、そこに対してのパスコースを消すとか、まあ、中盤をちょっと埋めたところから、まあ、基本的にあのパレーレスが左に降りたところに、ザビッツァが結構狙ってたんですけども、ただそのザビッツァが出ようとするときにもネイマールが背後に、ヒュヒュッと入ってきたりしてたん であとはチアオシューバとキンペンベの位置取りが非常にあの細やかで的確で、この試合はとにかくマルキーニョスとパレデスですね。でゲイエが実は怪我したということだったので、本来であれば、ゲイエがパレデスの代わりに出たかもしれないんですけども、まあ、パレデスはアタランタとの試合でも終盤から出まして、非常にあの巧みな位置取りから質の高いスルーボールも出しましたし、まあ、どちらかというと、ホールディングタイプだと思うんですけども、しっかりボールも動かせて守備意識も高いと、まあ、そういうところでは少しあの左側に、まあ、クロスみたいな感じでパレデスが降りる形がパリは多くて、で自然にベルナが高めの位置取ったところでハースペースのところに、まあ、ネイマールだったりエンバペだったりこう入れ替えで入ってくるんですけど、ここがライプチからすると行けば外されますし、行かなければ通されるしっていうところがちょっと続いちゃった感じがしましたよね。まあ、それぐらいパリの最終ラインと、まあ、パレレス、マルキーニョスの連携が素晴らしかったなと。こまめにポジション変えながら、うまく相手のプレッシングを、まあ、外す、回避するようなポジションもできましたし、そこから斜めのボールがスパーンと中盤の背後に入ったりというところでスピード上がるみたいなところがありましたんで、まあ、ここは出色の出になったなと。で途中からおそらく 4-4-2 に近い形に変えたんですけども、なかなか、ね、プレッシャーかけるポイントが作れず、後半おそらく途中から、守備も序盤からですかね、5バックに変えていると思います。 5-3-2 に変えて、まあ、この形が一番中央のゾーンもハーフスペースもうまく消した中で外回りにさせられる感じかなと、あのリオンがマンチェスターシティに対して行った守備に似たような配置なんですけども、まあ、最終的にはこれが一番パリにとってはやりづらさが出るのかなと思ったんですけども、残念ながらビルドアップのところで40分過ぎですかね、グラッチから、降りてきたザビッツァに出したボールがずれてしまって、まあ、そこから失点するみたいなところもありましたし、
まあ、この試合に関してはなかなかライプチヒはどの局面においても相手を上回る時間が作れなかった、まあ、それぐらいパリが素晴らしかった試合だと思いました。そのままの僕はイメージで大学の練習に行ってきましたけども、まあ、そのイメージのまま学生に伝えないようにということを強く意識して2時間ファイトしてきました。ということで一つ目のファイナル進出のチームはパリ・サンジェルマン、もう一つはどこになるかということになりますので、私は今夜、しっかり準備をして皆さんと一緒にもう一つの準決勝、リオン対バイエルン・ミュンヘンを楽しみながら一生懸命伝えようと思いますので、ぜひ、まあ、僕が言わなくても見ると思うんですけども一緒に楽しみましょう。その前に湘南と名古屋の試合も解説してきますので、よろしければそちらもぜひ、ご覧ください。フットボールフットボールで、毎日毎日過ごしてますが、チャンピオンズリーグいよいよ、再開業が近づいてまいりました。まずはもう一つの準決勝、それが終わったら僕は決勝のプレビューを、ダゾンの企画で撮りますので、こちらも皆さんに、決勝ワクワク見てもらえるようなものを作れるように頑張りますので、どうぞご期待ください。それではこの動画はここまでで終わろうと思います。社内からの簡単な振り返り動画第5弾、パリ・サンジェルマン対ライプツィ、逆だ、ライプツィ対パリ・サンジェルマンの、お話でした。最後まで見ていただきありがとうございました。今夜もよろしくお願いします。